はい、どうもショータイムゴルフです。カナンゴルフクラブにカナン周一生誕祭でございます。リブというブランドのキャンペーンが始まったということで、まあ今回は今日リブを着させてもらってますよ。イエーイイエーイイエーイ。ちょっと待った、すごいいいカメラマンですよ。でかいわ。僕が立ち上げたブランドリブでございます。一番おしゃれに18ホール回り終えた人に賞金10万円リブから差し上げた。俺の日が全ては分かんない。そう全部俺の日です。これ乗ってるの、はい、下にやれば、はい、そう下になんかある。下になんか出てる。あ、出てる。じゃあね、皆さんぜひ見てください。よろしくお願いします。なんか俺お気に入ってるな、これは。お気に入ってる？はい。何してんの？女だよ。そう、左のキーかかんなかったな。これさ、これ曲がんないで勝てるのなかなかじゃね。いや、関係ない。どこ狙いっすか？私、左ぐらいわかんない。俺狙えてないからわかんない。狙ってない。打つだけ。とりあえず振る。60出した男？はい。うん。おしゃれ。60出したらおしゃれ。あ、やべ。おしゃれ。クソトップなんだけど、女。やば。木にもかかってないし。え？多分飛んでもないし。え？大丈夫。俺も 61.8。はい。すごい。これ男でしょ。男。60出せば男。バカトップだけど。スマッシュファクター 1.38 ピッチングのミス。うせ。翔太のピッチング距離で。よし。61.8 って何？ちょっと俺も振ろう。いいボール。おいい、ナイス。いいね、このティーさ、容赦なく振れるからいいね。いやでも女だな。いや、女じゃなかったよ。本当ヘッドスピード落ちたよね。うん、めちゃくちゃ落ちた。なんで？ティーどこ行った？なんで？だから練習してるわ。また上がるっしょ。俺もめっちゃ落ちた。女？女っす。結構キーかかる。振ろ。男。あれ大丈夫なの？男だけど。この木の上。音は聞こえない。大丈夫。52。あ、おっせ。マジクソじゃん。52って遅くねえからね。俺だって53？ゴミじゃん。なんで早い。なんで今日敬語なんだ。やばいね。え、なんで今日敬語なんだ、ね、混ざるんだよね。テキーラじゃないなんで。テキーラだよ、テキーラ。テキーラでしょ。俺敬語。トヨさんには食べ逆になってんだよ。意味がわかんねえ。してるんだけど。どういうこと？ほんと2人だ、男だわ。ふざけた男がいますよ、ここに。心配ではないけど。これがオシャレなんだよ。まあいいけどな。たかはさ、そんな10歳ぐらいさ、なんなの。まああんまそういうこと言うと、なんかまた叩かれる、やだね。叩かれたことないっすって。怖い。叩かれないよ。叩かれっぱなしでやばいよ。逆に叩かれてほしいですね。やだよ。あ、わかる。アンチコメントラコン出てほしい。そういうさ、編集の仕方やめて。叩かれるよ。やりかねえんだよ、これ。この笑顔はちょっとやばいよね。やばいよねってこと。翔太の編集にかかってんな。叩かれるから。叩かれるように編集するってどういうこと。やめてくれよマジで。叩かれるような本当メンタル弱いから。翔太頼むよ。任せて。それは伊藤君みたいになっちゃうよ。プロだから。もうちょっとショータイム出れないです。てへぺろーってなっちゃうよ、伊藤君みたいに。負けた。あれ、これ日本一負けた。飛ばな。いや、飛ばな、本当に。ヘッドスピード速いから持てる。そこは譲らない。確かに、それは持てるわ。翔太のは翔太どこ行った。翔ちゃん多分ここ、こんな木の左ラフぐらいかな。あー、あったお、マントビ、マントビ。マントビじゃん。うわ、やばやばい。あれなんか、11番に引き続き飛んでないよ。やばい。ドラゴン日本一ってもう語んないでもらっていいですか。え、俺ら出てないの。そう、出ろ出ろ、ね、やっつけてやる。俺ら出てないのにちょっと1位は語れないです。ドラゴンショータイムカップのドラゴンバージョンやろうよ。モサ連れてくるわ。豊永さん連れてくるわ。190センチ130キロ。
なんとかして勝とう。足折る。どんな手を使ってるのかと。これ何？ピッチング持ってる 144P。 持ってるクラブを知らないの。え、うまいうまいうまい。本当に？はい。右かなかった。ナイス。本当だ本当だ。ナイス。本当だ本当だ。もうなんかドライバー負けたのがさ、もう動揺しちゃってるもんね。動揺して何持ってるのかも。いや面白いな、トヨさん。本当面白い。全然面白くない。いい音。お、ドロップしてる。ダウン。マウフラ。ダウン。オッケー。まあまあかな。うん。あ、本当だ。これ飛んでるよね。これいいじゃん。マン飛び。ドラゴン日本一ってさ。まあ落ち着けって。落ち着けって。100ヤード。ヘッドスピードで求愛行動。ウィンターさんみたいな動物ってヘッドスピードなの？お前らがそう言ってんだろ。ヘッドスピード速ければなんかモテるみたいな。俺はそれを信じて振ってんだよ。そしたら、いや、そしたらさ、女にモテるどころか日本一になっちゃったわ。逆に、それで。本当によかったじゃん。まあよかったけど、結果よかったけど、そうだよ。お前らの感じだ。振ればモテるんだよ。結果よかったけどよ、モテねえんだよ。おかしいな。モテないな。漫画見た。いや、笑わしてねえから。ナイスオン。弱。ナイスオン。本当やべえ、今の。本当に笑わせないで。いやいや。ボールが見えなかった、今。ついて見えなかった。ほんと、モテると思って、振り続けてたら、モテないがいつの間にか日本チャンピオンになってた。俺らのおかげじゃん。まあ、おかげだわ。ありがとうな。え、けど。今までちょっと、シャレオツに行こうとしてたとかあったんじゃないの？え、けど、やっぱ、どう？モテる？モテるモテるモテる、うん、今多分トヨさんモテてるよ、うん、本当に、うん、まだ分かってないだけじゃん。あ、俺が気づいてないだけじゃん。ああ、え、実はモテてんのか。これは何、ロストボール。なんでだよ。そんなそんなとこ打った人いたっけ。いやいや、何何何、2人2人よし、入れてやる入れてやる。いやいや、俺の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 。そうだっけ。落ち着けって。マンディエンターモテるからいいよね。翔太彼女いんの？ね、後ろ来てるから。シャンディレ。あれ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 、そんな行く。全く見に行かねえ。パタと。いいよ、これ入るよ。なんかゾモって入るらしいよ。うん、入るパターン。そう、構えた瞬間入りそうだよ、もうそのパターン。名機、もうゾモ。打った後は入らないですか？打った後はちょっと、わかんない。ダメじゃねえかよ。お、うまい。惜しい。もう、ナイス。オッケー。オッケー、オッケー。じゃあ、この入りそうなパターン使う。いいよ。え、もう入りそうじゃない？入りそう、入りそう、入りそう。すごい、入りそう。もう入りそう。もう入りそう。これだから入んないんじゃないの、トヨさん。なんで？どう思う？いや、パターは悪いっすね。じゃあこっち、これいい？はい。これ入る？短いかもしれないですけど。いや、俺短いの好きだから。ミシェル・ウィーみたいになってる。ミシェル・ウィーになってるよ。え、うまっ。ナイス。うめえ。トヨタのパー久々に見た。あれ、あんなパッと入るの初めて見たわ。入んちゃう。あれ、いいパターンだね。だから入りそうじゃなくて入るパターンの方がいいんじゃない。そうだよ、入りそうなパターンじゃなくて。ね、そういうことでしょ。う、ね、入りそうなパターンじゃなくて入るパターン使えばいいじゃん。いつも入りそうなだけで入ってないじゃん。いやいや、それやべ。なんで入らないパターン使うんですか。何が。い
や俺ちょっとあんまりアパターうまいとマスコミの目が怖いよね。いやモテるじゃんそれ。え、パター入るとモテる？モテるモテる。ヘッドスピード速いより持ってますよ。え、それは本当？はい。何それ、それちょっと傷つけならねえな。急に年末だったらパターの名刺とかお金稼げますもん、パターうまかったら。いやいやいや、ね、いやけど俺それは確かに飛ばすよりも。いやいや、パターうまい、パター入ったもん。パターうまいってなんか女じゃね。どうも女じゃね。とりあえず飛ばすわ、もうちょい飛ばしたい。だって2人負けてる今。負けても普通に。ほんと飛ばないやつは飛ばねえ。じゃあショートがうまい。ショートも飛ばすんでしょ。ショート、いや鳥谷、ショートは鳥谷。何万点、え、何万にしようか。1万。1万、うん、やばい、追いつかねえ。1万もらっても追いつかねえ。追いつかねえ。どういうこと。うわ、上げてる。ダークマターになんとか乗せた。いつ落ちてもおかしくない。見えねえな。うん、わかんねえよ、多分。葉っぱに乗ってる感じだな。わかんねえだろ。わかんねえかな。トロピカーナ。トロピカーナ。枯れたトロピカーナ。そうそうそう。また、正体はトロピカーナ。やべえ、もう届く気がしなくなってきた。なんでそんなおもろいんだ。いやいや、マジで喋んないで。喋んないで、マジで。うわぁ、巻いてるわ。めっちゃダークパター飛んだんだけど。やべえ、全然弱い。あ、そう。普通にダークパターめっちゃ。え、しっかり原型だ。俺あれダークマター向いてみました。ダークマター向いてみました。T の意味ないじゃん。33歳のやることじゃねえわ。6番で取りたい。いや今日スコア作りに来た。、ね、終わってからスコア聞いてみよう。うまい、うまい。めっちゃうめえ。超うまい。全然届いてないんだけど。なんでカットしすぎ、回しすぎ。6? 7結構上げてるよ。おしゃれだった。一気にショータニアピンのチャンス。これ賞金今度上げよっか。10万これで出してたら、チクの商用。いやいや、出すよ出すよ。すごいな、うん、意味が分かんない。いやいや、2人にはね、ウェア着てもらってるから。うまい、やば、うまっ。あ、短い、弱え。これじゃあセカンドニアピンにしよう、最後だから。セカンドニアピン取っても追いつかない。何のためにやるか分かんないんだよ。どういうこと。うめえ。ああ、弱いか。ちょっと待って、さセカンドニアピンつってさ。セカンドまだ誰も持ってないんだけど。ひどこれ。もう翔太勝てってことだよ。勝っちゃったな。勝ったよ。勝つ気はなかったんやけど。うん、まあでも最後ドラコンあっかんな。まあでも勝てんじゃん、ドラコン、どっちみち。どうでもな、うん、日本チャンピオン。うまっ。はい、4万1点。4万1点。はい。はい。OK、はい。ありがとう。やばい。あ、じゃあ俺先やるわ。はい、うわ、これ危ねえ。なんで？ちょっと遠い。結構あるよね。いや、というかさ、危ないってピンが並んでるかもしれない。おぉ、斜めの方に入れてきた。ありがとう。さすが、自分に厳しい男。なんかどっかのチャンピオンと違うからさ。俺厳しすぎて、もう自分に足かせをつけます。だって誰かさんがさ、あのみんな OK 上げてないのに自分で OK っつってた。そうそう、あれはね、おしゃれじゃないね、あれは。誰かとは言わないけど。ごめんなさい、謝る、ちゃんと。ごめん、ほんとごめん、謝る。待っ
いや謝る、本当に悪かった、それは俺が悪い、それあれは本当に俺が悪い、謝る。これ入れたら2兆ポイント、いや、1点ぐらいです。厳しいんだけど、こいつ。え、なんで、待って思ったんだけど、ネタじゃん。ああ、ライがやっぱ悪いもん、ライが悪いもん。いいよ、もういいよそれ。あかった、津田さん、ほんと缶と同じ、イップスの缶と同じ打ち方してる。え、ほんとに。俺イップスだろこれ。いや、もう、ダメだ、もう行き過ぎない。笑いすぎだから。え、ほんとやめて。俺さ、それでショータイムでいいんでしょ。ショータイムカップ、ほんとにやめて、ほんとに。はい、なっておった。いや、なんかイップスみたいですよ、マジで。本当に？はい。ワンチャンある。めっちゃ一回、めっちゃ開くもんあって、インパクトで。あ、そう、もう体さ、左向いてるよね。はい、うん、そう。で、右に打ち出す。もしかして俺と同じ症状なんじゃない？缶と同じ。よし、笑った。いや、全然笑えないから。パインだって。いや、何俺今。俺何言ったの？俺はダボった。何言った？何言ったの？いや、後で数えてきた。好きにね、好きに編集してくれ。もう多分今スコアハテナね。わかんねえ。数えて。2回も外してさ。いや、そういう時もあるよ。こんなの。うるせえよ。だって人間だもん。何言ったの？面白い。いや面白すぎ。面白くねえわ。超面白い。俺全然こう19000、12000。あ、いい勝負だね。うん、最後ドラコン取ったら、まあいいとこ2万かな。あれ、あ、勝ったわ。さあ、最初俺、飛ばない順に行こう。うん、おお、すげえ、来た、すげえ、へぐ、なんか吹き上がってない、大丈夫。おお、いや、球が上がんないね。すげえ、60.8。ああ、さっきより落ちた。でも367ヤード、まあ、飛び。初速91。スピンデータが出てないね。いや、出てるよ、出てるよ。大丈夫。そんなに飛んでなくない？いや、飛んでますよ。だって 1.5 ですよ。シン食いまくってるじゃん。いや、今そんなで、確かに若干スピン多いかも。おお、生きてるけど、すげえいいボール。ナイスショー。ナイス、すごい。ナイス。327。やば、ゴミじゃねえだろ。あ、翔太ダメなんだ。翔太これダメだ。俺ダメ、ビビってんの。逆に俺らがビビってるよね、曲がることに。逆に。このTのおかげでなんとかなってる。ショータイムそれできて、ここ4ホール全然 OB 出てね。これ使って OB 出たわ。致命的な。いや、うめえ、うめえ、これすげえいいかな。おお、ナイス、いいんじゃない。え、今取り方うまい、取り方も取りたい。おー、いい、すげえ。326。あ、ごめんなさい。2万ポイントは誰の手？やべえだけ？もちろん。あー、だったら俺とタンじゃん。あれ？いや、俺ワンチャンじゃない。じゃない。左から、右から左への切ってる。
いいなあのティー。このティーいい。すごい。もうちょいあの部分薄くできないのかな。これしか使わない。あの部分もっと薄くできないのかな。そしたら初速のために上がりそうじゃない。ちょっと厚くない？ちょっとね。打った感あるよね。すごく。なんかできそう。当たった感がすごい。あ、並んでる。負けてないよ。並んではない。イエーイ勝った。俺あれフェアウェイじゃない？二兆ポイントだった。おい、寄せ。はい。おい、おいじゃねえか。寄せ。お、フェアウェイ。はい、勝ち。うわ。かわいそうだな。ここイーグル取ったら2丁、うん、絶対取れねえだろこいつ見て。取ってやる。いいよ。取ってやる。取ってやる。また池があんなこれ。全然池が怖え。ここ池怖え。残りいくつ172。はい、1番で。いいボール。いいんじゃない。ピン左。ナイス。右よ。あ、結構ギリギリだった。ナイス。何ヤード？わかんない。150ちょい。160ぐらい。いや、いいボール。ナイス。ナイス。ん？あ、こっちか。逆に俺らがイーグルチャンスだよ。うん、さらに寄せるよ。なんかあのティーさえあれば俺アンダー出せる気がする。絶対出せんな。マジで曲がんないね。125。池だけは気をつけてくださいね。そうだ、頼みますよ。意識させんなよ。お、どう？いや、弱いかな。おー、おー、ナイス。ナイス。めっちゃいい。来た。ナイス。逆転あるか。2兆ポイント。2兆ポイント。イーグル2兆ポイント。あるよ。あるあるある。あるよ。よし、これで全てを無に返そう。全て無にする。無に返す。無なの。無に返す。ありゃいいところ。バーディーは1ポイントでしょ。すーごいよ。そうだ、バーディーなんてむしろ点を上げていいものだろうね。翔太2丁いっちゃうんじゃん。やべえ。そか、俺入れたら2丁か。引けくる2丁。あれ俺近くね。近い、近いよ。てかみんな近いよ。この最終ホールだけ見るとすごくうまいよみんな。確かにうまいです。結構俺カナン来ると雨。俺バックスピンで戻っちゃったんだ。みんな戻ってるわ。バックスピンで戻っちゃったわ。え、エンター近っ。来たねこれ。いや入りそう。エンター近いんでいいですか。え、何。あ、いいよ。カメラいいよ。ビビってんのね。オッケー。あ、これ結構手ブレすごいな。手ブレ機能。さあ果たして2兆ポイントなるのか。来た。ナイスバーディー。1点。後半3バーディー。後半3バーディー。うまっ。俺、俺後半何バーディー？ゼロ。うわ、そんな切れる？さあ、来ました。チャンスタイム突入でございます。入れちゃっていい？え、曲がる気がしねえ。さあどうだ。2兆ポイント。いやもうガッチリ行こう。ありそう。残念。というわけでこれも危ない。これも危ない。これも危ないね。何言ってんですか。というわけでチャンピオン尾崎翔太。やられた。4万2ポイント。いやこれは、ね、勝ちたかった。待って、やられた。え、俺おしゃれじゃなくなったこれ。いや、ロンガイロンガイ。え、何言ってんの。というわけでリブから10万円。
本当に本当に本当にくれんのもちろん一番オシャレだったからあ、まあまあそれはそうだけどもちろん、一番オシャレだった人え、俺あれ最後入れてたらもらえてたのもらえてたの何このゲームスコアじゃないからこのゲームいや、意味が分からないスコアじゃないから神々の遊びすぎるんだけど残念ながら、獲得賞金ゼロでございますマネの虎みたいなノーマネでフィニッシュですまあでもね面白かったじゃんあいいよ面白いな、うん、面白いな面白かった面白かったおすげえ皆さんぜひねファン週一そうすげえすげえ超面白いこれ誕生日やばっけねこれちょっと撮っといてはい終わりましたお疲れ様でした優勝尾崎翔太4万2点あ、2点4万2点ずる嬉しいな、これは勝ちたかったいや、だろこれは勝ちたいおしゃれな称号はいや、俺もね、自分でポイントをつけながらもやっぱ翔太には負けたねなんか試合に負けて勝負に勝った感じがあるよねいや、スコアでも負けてる全部負けてる全部負けてる確かに、はい、おしゃれということでね、リブから10万円差し上げますありがとうございます本当に来るの本当にもらえるのいや皆さんありがとうございましたありがとうございました。ありがとうございました。この番組がいいと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい